清洲城武将隊大家組、清洲城武将隊大家組は愛知県清洲市の観光 PR のために結成された武将隊。市政7周年を迎えた2012年7月7日にお披露目、翌8日に公式活動を開始した。清洲城を活動拠点として観光 PR のために清洲市や周辺自治体などでの各種イベント、県の広報活動への参加のほか、 清洲城で雷部と呼ぶ演舞を毎週行っており、他の武将隊などを清洲城に迎えての信長うつけ祭と題したイベントも開催している。地域振興のため、各地の歴史的建造物や場所におもてなしを主眼とした武将隊が配置される例が多いが、本体はさらに古当地アイドルや古当地戦隊ものの要素も織り込んだものとなっている。また、他の武将隊では、 読み返りを標榜することが多いが、武将の魂が女性に転生したという設定となっており、各人の名称の前に、清洲転生の文字が入る。雷部の終わりの締めの言葉は、信長による問いかけに対し、両手を挙げて、良きかなと、観客が返すのがお約束となっている。2014年1月26日に、清洲市清洲市民センターで、ファイナルイベントが開催され、 同月29日の清州城雷部をもって活動を終えた。しかし、清須城でのイベントでたびたび復活して雷部を行ってきたが、同年10月14日の清須城、信長祭りで正式に解散した。2012年度は、過労の加藤が体を取り仕切った。同年8月から足軽役の人士兵がいたが、年度末で降板。 2013年度から、過労の加藤が5人目の転唱者に、柴田勝家となっている。ありがとうございます。